箱より2017年パーフェクト東京大会決勝戦を行います。まずは決勝に進出した選手をご紹介いたします。現在年間ランキング15位榎本ゆかりプロ。対しますは現在年間ランキング2位大城あかりプロ。それでは練習スローの後決勝戦を行います。
そして今季3度目の、優勝なんですが、今のお気持ちを率直にお聞かせください。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ただですね、ランキング1位の佐藤かすみプロに勝って の優勝なので、ランキング1位に向けて大きな意味がある優勝だったと思うんですが、その辺はいかがですか。はい、あれですかね、はい、あまり今ランキングが2位とか1位に向けて、まあ、楽観というわけではないかもしれないんですが、あまり意識してないという話なんですが、あと残り6大会になってきたので、その辺はどのようにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。いえいえ、優しいからちょっと噛み砕いて言ってくれてません。優しいからそんなことないです。そうですよね、今もうちょっとかすみちゃんのレベルがやっぱちょっと、はい、ずば抜けすぎてるので、どっかこうちょっと隙をつかないとちょっと勝てないようなレベルになってきてるぐらいのやっぱ選手なので、はい、それはちょっと私もそうなんですけど、みんなでちょっとこうそうなんですね、いけたらみんなで、はい、なんかもっとランキングが面白くなるんじゃないかなと思いながらも、でもそうですね、今日私がこう取ったことによって、多分かすみちゃんもそうですけど、まあ、ランキングのポイントがもっとこう、そうですね、なってくると思うので、はい、今からです、はい、パーフェクトは期待してます。はい、今から出そう頑張ってます。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なぜか勝手に締められたんですが、一応生放送を見てる方 と、最後まで遅い時間残ってくれたファンの方々に一言なんかよろしいですか。今ちょっと待ってすいません。いや今日そうですよね、結構遅いですよね、1年の、はい、スタート時間で初めての試みというまで、ありがとうございました。今後とも次がどこかちょっと私もよく把握しておりませんしかし、はい、今後ともパーフェクト男子女子、両方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お知らせプロにおきなくてありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではこのまま表彰式に行きたいと思いますので、ちょっと並びたいと思います。こちらこっちに、はい、すいません。